ちゃこんにちは。はい、ということで、はい、豊さん、はい、またちょっと遅れました。はい、ね、情報が。それはなぜかというと、うん、ちょっとパーマかけてたんです。パーマかけてたらちょっとね、この時期が飛び込んで、このニュースが飛び込んできて、ちょっとおー今撮れないよみたいな感じでパーマ中にそわそわしてましたね。あ、そう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 。だからまあその又吉も話すし、この川島慶三っていうのね、はい、これもちょっと話をしてみたいと思うんですが、はい、中日から、はい、ね、ソフトバンクへ FA 移籍ということで、どこに行くんだろうってみんな思ってたと思うんですけどね、9日かな、接触が解禁になって、うん、もう早くに決まったよね、ソフトバンクにね。はい、もちろん中日もまあ、残留ということで交渉はしてただろうし、うん、はい、まあ、施設によると DeNA も阪神もなんか接触してたというね、うん、まあそういう話はちょっと聞いてたんだけども、はい、まあ、速攻でなんかソフトバンク移籍が決まったという、はい、年俸が4200万から4年総額6億円なんとも約 3.6 倍、まあ、ね、弱ですけど、はい、まあ、年俸に換算すると1億5000万ということで、ね、はい、中日でもらってた F 給料は何だったんだろうなっていうような、そんな感じもしないではないけども、こんなにも跳ね上がるものなんです ね、 ね、それが FA だよね。だから夢があるよね。はい、でもね、やっぱ又吉のね、ああいう投げてるボール、そういう今年に限り見てるとさ、うん、やっぱ1億5000万の価値はあるよね。ものすごい球も切れてたし、コントロールは良かったし、なんかミスは少ないピッチャーだったよね、今年はね。総額6億円、はい、ね、年俸1億5000万、はい、これは俺納得するよ。うん、ただそれだとこの4200万ではちょっと少なかったっていう感じですか。いや、やっぱりね、うん、この年俸だとやっぱ他の球団の評価を聞いてみたいよね。うん、で、年俸って自分の評価だから、そうですね、分かりやすい数字の評価ですよね。そうそう、だからやっぱこれで雇われてて、いきなり1億5000万といったらやっぱりいじくよね。そうですね、まあ、他の球団もいろいろ用意はしたんだと思うし、はい、で中日の方も用意はしたんだと思うんだけども、中日はいろいろ監督が変わったりコーチが変わったり、いろいろあれして、お金もね結構ちょっと大変だったのかなっていうふうに、まあ、察するところはあるしね。はい、でも、まあ、ソフトバンクに行くこの流れっていうのは中日にはあるね。昔その中田っていうピッチャーが、うん、はい、まあ、やっぱり FA 移籍でソフトバンクに行ってっていうこともあるし、はい、だから、まあ、活躍は楽しみだけども、うん、まあ、どのポジションでもできる。うん、まあ、先発はやらないと思うんだけど、はい、まあ、中継ぎ、まあ、抑え、まあ、そこら辺はもう確実にやってくれるよね。うん、まあ、それとやっぱりソフトバンクの投手陣見ると、左の中継ぎの上はいる、横はいる、はい、右の下はいる、横ができたっていう、うん、もうバラエティーにめちゃくちゃ飛んでんだよね。うん、だからその一角を担う、ね、で優勝を狙えるチームだし、はい、うん、だから、まあ、またそのやりがいが、ね、あるんじゃないかという。ただ中日はやっぱ又吉がいなくなるっていうのは痛いよ。うん、ただね、中日も手が早かったね。大峰を取ったという、はい、ロッテをクビになった。うわ、行った瞬間に出したからね、大峰をいやだから、まあそういうなんか危機管理というものがやっぱ立浪かなと思うんだけど、うん、はい、そこら辺はやっぱ嗅覚は素晴らしいなっていうふうに思ってたよね。だから又吉の代わりはできるかできないかは別問題として、はい、やっぱこう一つの抜けた穴を一人のピースで埋めようとしてる、はい、まあ、そういう危機管理というのはすごくよくできてるよね。うん、四国アイランドリーグ、はい、香川からだよね、はい、環太平洋大学、大学だよね、はい、あ、岡山だっけ、はい、そんなに名門をこう歩いてきてるわけじゃないんだけどさ、うん、新しい大学ですし、そうだね、はい、で、まあ、四国のアイランドリーグからプロ入りして、うん、ドラフト2位かな、もともとは沖縄出身ね、うん、どうだから、じゃあまたこう出身地に近づいたっていうことですね、ソフトバンクだと。
沖縄の人って九州に行くっていうのが近づいたことになるのかな。これ一回聞いてみないと分かんないんだけど、そうです、ね、だけまあ例えば中国地区、俺出身で山口県、うん、岡山行ったからって言って山口県に近づいたっていう感覚はあんまりないんだけどさ。そうですか、うん、四国だと、まあ、あの島になってるからそこに入ると、まあ、なんかエリア変えてきた感じがしますけど、ね、まあ、まあ、そうそうあるかも分かんないよね、うんうん、だけど、まあ、非常になんかこう真面目な男でさ、はい、一回体をこうちょっとこう触らせてもらったことあるんだけど、うん、鋼のような体でしたよね。もう無駄が全くない。俺とは真逆真逆真逆だからなんかすごいバネを感じるし、うん、体のなんか強さを感じるピッチャー、はい、うん、だからまあ活躍はしてくれるだろうなっていうふうに、はい、パ・リーグの猛者たちがいるけども、うん、対等に立ち会うだけの、うん、まあ、力は持ってるよね、はいはいはい、31歳まだまだこれからだよね、はい、4年6億いいね、夢あるね、はい、でも FA でこの年俸からこれになれるっていうのは本当 FA の夢だよね、うんうん、だから頑張ればこういうことになれるという、はい、なんか又吉が証明してくれたようなね、うん、まあそういう FA だったよね。ねえ、まあ FA っていろいろこうのね、残留を発表する選手もいればこうやってそうそう移籍してね、はい、自分を試しに行くという、ね、評価に応えようとするというね、うん、ね、もう選手おのおのでいろいろな先々の道が変わってきますね。そうだね、考え方も違うしね、うん、はいはい、だからまあ頑張ってほしいと思います、はい、それともう一つちょっと取り上げてあげたかったのは、はい、川島慶三元ソフトバンク、はい、うん、ね、楽天に移籍、はい、左キラーの39歳、うん、ね、左にはめちゃくちゃ強い、はい、左を打たしたら、まあ、そこら辺の4番よりも確実に川島が打つんじゃないかって言われた時もあるし、うん、本当めっぽう左に強い で、はい、で川島慶三ってなんで取り上げたかっていうのは、はい、もう大学の時から知ってるのね、うん、大学4年の時にある社会人にセレクションに来たの、はいはい、プロに行かなかったらとそこでやりたいですって、社会人野球でやりたいですって、はい、そっからの付き合いがあるわけ、はい、だからもういいんじゃないかって言ってたんだけどさ、もうやめたらみたいな言ってたんだけど、まだまだまあね、やめるのは簡単だし、はい、ね、やっぱこう売りがある、左キラーの39歳、うん、それとオールラウンドプレーヤー、はい、どこでもできる、うん、まあ、内野手だったら本当ほとんどどこでもできる、はい、まあ、ショートはちょっと肩的にはちょっときついかもわかんないけど、はい、まあ大体のところはできる、うん、で外野手もできる、やろうと思えば、それと貴重な右なんだよね、はい、右バッター、楽天は右バッターが不足してる、うん、まあほとんど浅村しかいないんじゃないかっていうような状況、うん、だからお声を使ってみたりだとかいろいろ試しはしてるんだけど、はい、まあちょっとバランス的には左が多すぎて、うん、右がいないという状況、うん、その中で川島慶三が入るということは、はい、非常に貴重な戦力に楽天ではなるよね。うん、だからここら辺はね、あ、この川島非常に運がいいなっていう風に、運がいいし、まあ、行くとこは間違いないなっていうような、うん、そんな印象はあるよね。うん、だから非常にあのこの活躍っていうのも楽天にとっては刺激を与えると思うし、うん、でましてやこの優勝経験者、はい、ね、ずっと優勝してきてる選手だけにやっぱこう経験者が欲しいんだよね、楽天っていうのは。なるほど、うん、はい、そういう注入してくれるような、はい、やっぱ気持ちでやるタイプの選手だし、うん、だいい選手を楽天は取ったなっていうふうに俺は思うんだよね、うん、まああのね、39歳ということで、うん、ベテランの、はいはいはい、選手が楽天の中に入って、またここもだから面白いよね、変わってきますかね、変わってくる。いや俺は確実に変わると思うのは、はい、あのやっぱこうベテランだし、うん、やっぱこう川島慶三って気持ちがあるし、うん、その気持ちっていうのは楽天の選手も知ってるし、だからおそらくこう気持ちを喋っていくっていうのはやりやすいと思うんだよね、うんうん、でここは楽天藤田っていう、はい、あのこの度この度楽天から DeNA に行った、それ左バッターなんだよね、はい、だから左バッターはいらないと、うん、で首切られ、うん、右の39歳、はい、でもう同じだよベテラン、まあ、40と39だからさ、はい、でなんでベテラン切ってんのに、なんでベテランって
取るのって言われるかもわからないけども、やっぱり右ということなんだよね。そこが大きな違いですね。そこが大きな違いと、左キラーという看板を持ってるということだよね。だからオールラウンドプレーヤー、まあ藤田もどこでもできたよ。守備に関しては超スーパースターの選手だけど、首を切ったと、で DeNA に行ったと、ね、で川島は首切られて、その抜けた穴をベテランが埋めに楽天に入ったという、やっぱこう面白いね、球界の流れっていうのは ね、まあそのね、チームが変わると、チームにとってもこう各選手にとってもプラスに働くっていうのはいいですよね。もちろんね、だから川島慶三っていうのは必ずなんていうのかな、力になれるよ、だからまあ又吉もそうだし、又吉も絶対力になれると思うし、川島慶三も39歳だけども絶対必要なピースになれるから、だからこういうところももうパ・リーグはね見逃せないというね、まあ、楽しみになってきたよね、またね、まあこの2人ともそうですね、まあ、前回言った太田大志もそうだし、まあ、藤田もそうだし、ね、DeNA に帰ってくるコーチ陣も応援してますので、皆さん応援してます。来シーズンまた楽しみが増えますね。楽しみだね。はい。はい。